コンスタンチン・フセボロドビチは、ウラジー・ミル大公。フセボロド三世の長男。母は、ボヘミア王女、マリア。祖父は、ユーリー・ドルゴルーキー。ロストフクゲの祖。1196年に10歳にして、スモレンスク公、ムスチスラフロー公の娘アガフィアと結婚。1190年代後半をペレアスラブリルースキーで、過ごす。その後、当フセボロドは、コンスタンチンを、 ノブゴロド公に据える。1205から1208年まで。その後、父は彼に、ロストフ、ヤロスラブリ、ウグリチを与える。1211年に、父と領土をめぐって争う。1216年には、弟のユーリー2世とヤロスラフの軍を破り、ウラジーミルに入り、大公になる。1218年に死去。三人の息子に世襲分の領土を分割し、 ロストフをバシーコにウグリチをウラジーミルにヤロスラブリをフセボロドに移動した。そして対抗位は弟のユーリーに渡った。ありがとうございます。